爆睡したね、私たち。天井裏の鳴子、あれじゃ仕掛けが単純すぎるよ。うん、だってヤマと誰とも仲良くなってないし、フリーの男に猛攻撃を仕掛けて何が悪い。好きだ。相変わらずきっぱりと言いなさる。ヤマト、テレビ見るんだろ。そろそろニュースだよ。布団は僕が愛情込めて畳んでおいてあげるよ。クッキーは私にそんなことしないもんね。ねえ。うん、いい子だ。特別にヨーグルトつけてあげる。あ、ズリー、レイコさん、マジハリウッド女優。若い男にモテるモテる。エグゾイルナンバーワンのイケメンテラちゃんと雪広アナがお送りするニュースでドゥーン。どこの局でも武士道プランのことで持ちきりですよ。新聞も一面だぜ、見てみろ。よく記事間に合ったもんだ。つうかむしろこのマンモス校で今までダブらなかったのが不思議なぐらいだぜ。今朝から世界を激震させている武士道プラン、具体的にはどういうことかと言いますと、テラちゃん世界最大の財閥と言われる九鬼は本日未明、源義経、武蔵坊弁慶、那須野与一ら過去の英雄を現世に転生させたと発表した。これが現在総理とテレビ電話がつながっています。総理、お忙しいところすいません。転生とは何なのでしょうか。つまりクローンだな。九鬼財閥は一クローンに20年ぐらい前から成功していたんだろう。クローンが出てくる漫画や映画を見たことありますが、まさかそれが現実になるなんて。九鬼財閥はあくまで過去の偉人を転生させるだけであり、通常のヒトクローンには着手してないと明言しているが、こいつは倫理技術両面で世界が揺れることは間違いないわな。俺、総理、わざわざありがとうございました。義経さんたちは川上市の川上学園が本日から受け入れるとのことです。ここは武士の末裔も多いでしょうから、みんな大喜びでしょうね。川上と聞くと下半身にトラウマが。何、テラちゃんまた浮気したの。ばっ、生放送、生放送だ、ゆきっち。あの町は破天荒だから軽く受け入れるだろう。クキ関連企業の株価の動きも注目されます。ずいぶんと熱いプランだよな。退屈しないにも程があるだろう。2012年の大河が源平ものなのもこの話を MHK が嗅ぎつけたからって話さね。まあなんだろうと仲良くしてやんなさい。もちろんだ、共に学び競おうと思う。クローンか、これからは機械の時代と思ったけど、それにはもうちょっとかかりそうだね。なんだそういうこと言うんだよ。僕は人間に親しみを持ってるのに。許せないな、久方の光のどけき春の日、静心なく散ってみようか。スルーかい。ガクトさん、体に何を吹きつけてるんですか。モテ 120% って香水、異性をクラックラさせるらしい。ガクトはいつになってもキャラがブレないね。
確かにクラクラする。磯のような匂いが強すぎて。ネットでラスト100個って言うから、小遣いプラスヤマトに金借りてさ、全部仕入れたんだ。効き目を実証してからみんなに高く売りさばこうと思ってな。お前ら、あの源義経たちが学校に来るんだぞ。ちょっとテンション低すぎじゃあらしませんか。いつもと同じに過ごしすぎだろ。俺なんか楽しみすぎて飛び跳ねちゃうぜ。いや、キャップは思った通り元気になってるね。おう、モロ、お前は週刊ジャソプ読んでマイペースだな。川上では何が起きても不思議じゃないからね。今回も偉人のクローンか、何でもありだねって感じ。住民もいつもと変わらない雰囲気だ。慣れたものだな。じゃあクリスやマヨッチが口数少ないのはなんでだ。昨日とは風が違うというのかな。ピリッとくるんだ。それはつまりどういうこと。夕べのうちに強いやつが何人も町に入ってきて、川上に陶器が満ちてるって意味なんだぜ。なんとなくね。クリスの風が違うって表現わかるな。弁慶が男なら絶対パワータイプだよな。俺様黙っちゃいられねえぜ。力比べで勝負してやる。逆に女版の弁慶って想像できないね。きっと俺様の母ちゃんみたいなゴリラだぜ。うげえ。そういや、ワンコはどうしてんのかな。やだー。うわ、川から出てくるとか新しいね。我ながらびしょびしょね。どうした。川に入ったって食い物落ちてねえぞ。違うわよ、鍛錬してるの。重り背負って玉川下りよ。かつ水中にいる外来種の数を確認するバイトね。わあ、褒められたわ。じゃあ私もっといいことするわ。なんだか親子みたいですね。お父さん。あなた、来世でもあなた、前世でもあなた。微笑ましいけど、そろそろ切り上げて投稿しないと。おっと、そうだったわ。そんじゃあ後でね。1、2、3、着水、とりゃー。天から美少女登場。この姉妹普通に現れようとしね。みんなが見えたから大ジャンプして合流しに来たぞ。安心しろ、ヤマト。みんなに下には見えない角度で飛んだ。お姉ちゃんちょっとハイなんだ。まあ格好のバトル相手が来たからね。ああ、美少女らしくゾクゾクしてきたぞ。遠目で見てたけど、義経は相当な使い手だよ。さすがは日本が誇る英雄。ぜひともお相手願いたい。あっは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 。待っていたぞ、川上桃よ。俺は西方十勇士。てめえ、南長万兵衛。全然違うわ。長宗我部だ。長さんとでもよ。交流戦で不本意な負け方をして名を下げちまったからな。武神を倒して名誉挽回というわけだ。あっはっは。朝のホームルームまであんまり時間ないけど。勝負は応じるまでだ。そうなるよね、やっぱり。さあ、俺のオイルレスリングでぬるぬるにしてやろう。私がそんな技にかかったら、川上桃代が寝取られたって学校の掲示板が炎上してしまうだろう。よってここは師団で撃ち抜いてやろう。おふっ。敵に無敵です。漫画であった技を実際に使うとか、さすが先輩だぜ。照れるな。ん、美少女センサーに反応。なんだあいつら。見たかり、テロより危険な存在だな桃代は。ステイシー、
ハンバーガーの食べ歩きは行儀が。にしてもロックな街だぜ。最高で最低だ。私らが歩いていてもみんな写メも撮らないってのは相当だぜ。異質な者たちに慣れているんでしょう。さ、学校へ。リーもポテト食えよ。ほら、アメリカンに行きようぜ。会話が成立する努力を望みます。ダイエット中です。ファーク、お前これ以上どこ痩せるってんだ。スマートなほど暗記が所持できる。暗記しましたか。しかし今年の夏も暑くなりそうだな。こりゃギャグに反応ぐらいしてください。クキのメイドたちか。今日はやたら目につくな。あいつらは決闘に応じるってタイプじゃないな。実にお見事な技。戦うあなたは私の母のように美しい。誰だお前は。いきなり格好からしてお前もクキか。いかにも。急いでいるので正式なご挨拶はまた改めて。なんか新顔が多くなって余計ワクワクしてきた。みんなも今朝の騒ぎで知っているじゃろう。武士道プラン。この川上学園に転入生が6人入ることになったぜ。あれ、確か武士道プランの人数は3人じゃなかった。まだ他にいるけ。イケメンけ。ジュルリ。武士道プランについての説明は新聞でも見るんじゃ。重要なのは学友が増えるということ。仲良くするんじゃ。競い相手としても最高級じゃぜ。何せ英雄。確かに英雄たちと切磋琢磨できれば驚くほどのレベルアップにつながるはず。武士道プランの申し子たちは全部で4人じゃ。残り2人は関係者。まず3年生 3S に1人入るぜ。ほう、私のクラスか。物好きなやつもいるものだな。なんだ S クラスか。私たち F 組には来ないのか。残念です。オーロー、しかしこの時期に S とは随分な学力です。オーロー。それでは葉桜清楚、挨拶せい。これはこれは、なんという清楚な立ち振る舞い。こんにちは、はじめまして、葉桜清楚です。皆さんとお会いするのを楽しみにしていました。これからよろしくお願いします。やべえ、名前からして清楚すぎるんですけど。なんか文学少女ってイメージだね。いい感じ。すっげえ。宴にグッズ出したら価値は間違いなく SR。 なんだよ、可愛いのに S クラスとか。 F に来てくれ。ああ、みんな色めきたっちまって。ま、無理もねえか。はいはい、気持ちはわかるけど静かにね。学長、質問があります。全校の前で大胆なやつじゃの。言うてみ。ぜひスリーサイズと彼氏の有無を。全校の前でこの俗物が。みんな、あう、うアホかい。まあ確かにスリーサイズは気になるが。おいジェジェ、死ね。皆さんのご想像にお任せします。かわいい。ああいう恥じらいは素敵ですね。やれやれ、バカまで大はしゃぎだこと。テンション低いね、この。残念ってさ、言うたら女としてもう腐ってるじゃん。やっぱり女は小学生までだろう。変な意味じゃなくて。それ以上はなんていうか、さようならだよね。腐ってるのは純の頭だよーん、この不毛地帯。ひどいわ。そうだい、真面目にやってください。すまんすまん、ついの。